ちは、こんばんは、サリノです。今日はこちらのグリッツというホテルに泊まりに行ってきた時の動画を一緒に見ていきたいと思います。グリッツは日本の伝統や文化に触れながら新たな楽しみやつながりを見つける、そのお手伝いをしたいと考えているホテルらしいです。シンプルでモダンなデザインと最新設備を取り入れた宿泊フロア、期待が高まりますね。確かに和っぽい雰囲気ってさ、日本人でもちょっと嬉しくなっちゃいますもんね。クイーンを早速していきましょう。入った瞬間こういう感じなんですね。確かにちょっと和っぽい雰囲気ありますよね。そう、なんかすごく綺麗だし、ここはなんかカフェとしても開放していて、ノマドとしてね、あのパソコン広げたいとか作業したいっていう方はすごく嬉しいなと思いました。チェックインはすごくスムーズで、こちらですね、6階宿泊フロアに行ってきました。ここがね、女性専用フロアになってます。シャワールームと、でその奥が、あ、パウダールームというかウォッシュルームですって。あ、でこっちの部屋が今回宿泊する場所ですね。一応館内図がこのエレベーター横にすぐ近くにあったんで、共有スペースからね先に見に行きたいと思います。ではでは、まずはこちらの洗面所ですね。ウォッシュルームって書いてあったところです。ここがね、すごい綺麗だったの。え、めっちゃなんか可愛くないですか。え、すごい、なんか衛生的にも綺麗だし、作り的にも綺麗で、しかもね、これなんですよ。なんかクレンジングとか、化粧水とか、乳液とかもこのポンプタイプでしっかり置いてあるし、あの、ティッシュもあるし、紙、ペーパーっていうの、何、あれ、ティッシュ。あ、まあね、ドライヤーとかもあるし、ハンドソープもあるし、え、めっちゃいいじゃん。しかもね、椅子がついてるの。これさ、ここでメイクするときとか、椅子、めちゃくちゃ便利じゃないです。綺麗だし可愛いと思って、女性の方的にはすっごく嬉しいんじゃないかなって思いました。続いてシャワールームですね。こちらです。シャワールームも結構綺麗ですよね。あんまり見たことないタイプのシャンプーとかボディーソープとかだったけど、あの服入れるカゴもちゃんとあるし、もうほんと普通だなって感じですね。まあ、こんな感じで、あとはベッドルームです。ここが一番気になるところですよね。こんな感じ。そう、一部屋につき左側の4つと、あと奥が2つベッドがある、ダブルルームみたいな感じになってるところで、で今回私はこの604番でした。そして中がこんな感じになってます。え、めっちゃ綺麗じゃないです。あ、そう、ライトもね、このなんかあんまりボコってなってないやつだし、このなんかタオルとかかけられるところもあるし、ハンガーもちゃんとついてるし、で、あの貴重品ボックスがこの深いタイプかと思ったんですけど、違うんですよ。こう開くタイプで、まあ、ノートパソコンとかお財布とかは申し分ない感じですかね。あとね、これなの、スリッパがついてて、なんかね、レザーっぽい感じの結構いいやつだったんですよね。それちょっと嬉しいなと思って。あと最後にランドリーと、あと自販機が、他の階にはありました。こちらですね、7階は共同なのかなの階なんですけど、そう、ここのね、ランドリーはあの女性専用フロアを予約した方も使えるそうです。結構遠方から来てる人とかだと、上野駅だから駅の周りとかすごく栄えてるんですけど、でもまあ夜とかね、出歩くの怖いっていう方もいると思うんで、自販機ちゃんとあるのはポイント高いなと思いました。グリッツ東京上野店は2019年の10月にオープンしたらしくて、それもあってめちゃくちゃ綺麗でしたね。あとですね、スタッフさんも1階に24時間いてくれるみたいなんですよね。しかも上野駅からすごく近いから、初めて東京に来るっていう方もすごく安心できるんじゃないかなっていうふうに思いました。特にね、女性の方はめちゃくちゃ女性専用フロアが綺麗だし、個人的には同性にめちゃくちゃおすすめできるホテルだなって思いました。一応今回私が泊まったのはドミトリータイプのお部屋だったんですけど、あの一部屋もう、なんて言うんだろう、ホテルタイプのお部屋もあるそうなので、女の子とね、女子会する時とかは泊まりに行きたいなっていう風に思います。そんな感じです。今日も見てくださってありがとうございました。少しでも雰囲気が伝わったよっていう方は、グッドボタンやコメントなどで反応くれると嬉しいです。今後も旅の Vlog やホテルのレビューを上げていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、また明日も見てください。